つの間にかそこで戦争は行われているのが当たり前になり、召喚に戦争の記事が載っていないと本当の朝が来たと信じなくなり、いつの間にかそこで人が死んでいるのが当たり前になり、殺される人間の苦しみが聞こえてこないと生きて壊されてるのが当たり前になり、耐えている人間が報われなければならないと信じなくなり、いつの間にかそんな人たちは信じている私の国に戦争が起こるはずはない、私の家族にそんな来るはずはないけれども、もうすぐ自分を見失ったあなたの死体が召喚に乗って運ばれてくる。